今回の VTube は岡山グルメ。今日はいつもと違うんですよね。一体何なんでしょうね。今回は裏側をお見せいたします。あ、10分でできる。わーっとやるわけだね。はい。あー、いいですね。それでは最後までよろしくお願いします。というわけで今日始まります岡山市南区に来てるんですけどもね、なかなかその南区に来ることはないんですけど、ちょっと前からね気になってた場所があるというか、まあ、知り合いがやってるお店があるんですけど、この通りなんですよね。意外とね結構牛角さんあったりとか、栄えてる通りなんですよね。なんで栄えてるんですかね。ゾイフルさんあったり、お寿司屋さんあったり、温野菜さんあったりね。その中で今日はこの吉野家の隣にある串カツ丸正さんにね行こうかなと思います。まあ、岡山ってのはね串カツというよりかは串焼きがいうなんか食べがちなんですけどね。まあ、友達がねここで働いてるということで、どうしてもということでちょっとね行こうかなと思うんですけど。はい。というわけで今日のお店がこちらになります。大阪名物串カツ丸正。はい、じゃあ早速お邪魔します。はい、というわけでいざ入店でございますけど、店内の雰囲気がねこんな感じでございます。個室もね備わってるということですね。はい。でね、普通にカウンター席もあるんですよね。こんな感じでございます。で、こちらね、インスタグラムをお店やってるようです。ぜひチェック。というわけで、いざ潜入というか、いうことなんですけども、メニューがありますね。なんか串カツしか食えんのやろうと思ったけど、意外と居酒屋さんメニューみたいな感じでね、あるね。で、この裏もね、とりあえずとかね、もうほんまに居酒屋さん感覚で楽しめる内容かな。うわ、台湾まぜそばなんかあるんだ。すごいね。ホルモン焼きそばとか、だいたい詰まってるね。主要な、ね、こちらでございますね。スミノフとか、まあなんかいろいろカクテルあっての、焼酎ね、いいですね。安いですね。飲み放題ですね。はい。ドリンクメニュー、こっちもね定番の内容となってますね。あ、いいですねこれ。女性の方にも、はい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 、串盛り、はいはいはい、メニューに書いてないけど、あ、じゃあその裏メニューじゃないけど串盛り、とりあえず5本盛りにしとこうかな。5本盛りでなんかちょっとおすすめの内容をちょっと。おー、なるほどね。どういう感じで作るのかがすごい気になるんだよね。出来上がったものよく見るけど、こういう感じなんですね。手際がいいですね。なんだ。2分。この人が1分だから。ああ、なるほど。で、そのタイミングでまた入れるわけだ。いや、もう。結構なんか楽しくやられてる感じですね。楽しい。10年ぐらい。ああ、なるほどね。
いやでもね、いろんなとこお店行ったけど、やっぱ楽しくやってるところの方がやっぱ美味しいね。そういうこと。この人の推しの話とか。え？おなおさんの推しの話。そうなんだ。ね、ぜひ来てください。はい。できた。はい、ありがとうございます。こういうのってマニュアルがあるんですか、やっぱり。マニュアルってないようなもん。もう自宅である程度。はいはいはい、はい、まだね、ちょっと寒いんですけど、暑いっすか、こっちうち。夏もうマスクしてるんで、よく。そうですよね。ホルマンのいい香りが。はい、ありがとうございます。こういう感じなんですね。で、作ってる間にもどん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 あの注文が来るというわけですね。あ、そうなんです。お客さんからの。はいはいはい。忙しい時はもう店舗を作る。2人か3人ぐらいで回してる。あ、そうですね。あ、はい。忙しいですね。ドリンクとか出たらね、またもうそうなんです。ドリンクはドリンクでまた向こうからピースを切るんで。これを、はいはい、なるほど。いいですね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、できましたね。こんな感じでございます。完全にもうお酒が飲みたくなる内容でございますけど、今日車で来たのでね、お酒飲めないということになってます。はい、全部入れたらだよ。全2人で、あ、2人でもいいよ、2人で。だあ、10分でできる。わーっとやるわけだね。だからもう無駄がない感じでスーッと機械的な感じで作っていくわけですね。じゃあね、まずね、この串カツからいただきましょうかね。
このね、普通にソースを上からかけてるということですね。こういう感じに、はい。はい、まずね、このエビからいただきます。うん、あ、これお酒だ。で、これが牛肉だったかな。ちょっといただきます。あ、豚肉でした、ごめんなさい。うん、はい、これがシトですね。うん、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 はい、ね、次はこっちですね。牛ホルモン味噌焼きです。です、はい、うん、ほら、てっちゃんとは違うんですけどね、焼肉の味噌だれですかね。うん、ではね、このだし巻きです。はい、こんな感じになっております。というわけでちょっといただこうかなと思います。だし巻きです。あ、ね、だし巻きはね、あのなんか明太子とプレーン選べるらしいんですけど、今回は明太子です。いただきます。うん、あ、明太子とマヨネーズがいいですね。いいですね。混ぜそばでございます。すごい作りはシンプルですけどね。では早速いただきます。うん、おいしい、これ。うん、はい、というわけで今回の岡山グルメという形でやらせてもらったんですけど、今回はそのうまいまずいとか、まあ、大事なんですけど、その点からちょっとずらして、まあ、こういうね、居酒屋さんのお店、居酒屋系のね、お店どんな感じでやられてるのかを調査してみました。まあもちろんね、そのね、美味しいとか大事だと思うんですけど、スピーディーに出していくっていう お店ですよね。まあ居酒屋さん行ったら本当にね、秒で出てきたりとか、スピーディーメニューとかあるんですけど、ね、普通の老舗じゃありえないですけど、やはりこういうお店ってのはね、時短が命ですからね。お酒飲んでね、早く出てこんのかとかいう人もおったりするんでね。いやー、でもね、これ 2,3 人でね、全てこなせると言ってましたけど、これ席が満席でも1人でホール回せたりする人もいるということで、まあね、これに関しては僕もね、こういうお店で、ね、以前お手伝いしてたんで、まあね、全然わかるんですよ。いやでもね、一人一人なんかすごい大変でしたけど、楽しそうにね、やられてましたね。まあそういうのやってるから、やっぱお互いチームワークみたいな感じでうまくいけるんでしょうね。はい、というわけで今回はこんな感じでお伝えいたしました。ぜひ皆さんもね、ちょっと意識して、まあ、こういう感じでちょっと忙しいんだなとか、メニュー遅いけどやっぱバタバタしてんのかなとか、まあちょっと意識しながら注文するのもいいのかなと思います。で、こちらね、この串カツ丸政さんなんですけど、このスピチューブのステッカーを少数ですけど置かせてもらってます。で、もしね、こちらでスピチューブ見たということを言っていただければ、まあ先着になるんですけど、ステッカーをね、プレゼントしようかなと思います。まあ、一応ね、値段は1000円以上注文された方にプレゼントしようかなと思うんで、まあちょっと行ってみてね、串カツなりお酒なり飲んでね、ステッカーありますかと
聞いたら渡してくれると思うんで、あの本当に数の限りがあるんで、行ったのにないっていう場合は本当に申し訳ないです。とりあえずお早めに行ってもらいたいなと思います。はい、というわけで今日はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。アーバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。